ハイポ、チオ硫酸ナトリウムの再結晶化です。 EMS500 の動画撮影機能を使ってリアルタイムで録画しています。こちらの映像は主に100倍で透過照明と落射照明を使っています。色がついて見えるのはスライドグラスの横から LED 照明で光を当てているのと、 BMS500 のステージの下にあるカラーフィルターを使っているためです。水道水から消毒用の塩素分カルキを抜くためのもので、金魚などの水生動物を飼うときに使います。小さな袋に100粒ほどの結晶が入っているものがスーパーなどのペットコーナーで売られています。